ないです。重くないです。今日はもうすぐクリスマスっていうことで、ちょっと待ってもうすぐクリスマスっていうことで、この後友達のお家に遊びに行くんですけど、そこに持っていくクリスマスっぽいなんていうのか、お菓子とか、お菓子とかなんかね、ご飯みたいな感じとか、ちょっとしたやつね、簡単やつ、子供と一緒に簡単にできるやつね、うん、を作りたいと思います。お手伝いしてくれます、長男たちなんです、うん、できるかな。まずさ、作りたいのこれとこれ。あ、なんかかわいいね。どっちから作る？スノーマン。スノーマンから作ろうか。じゃあ用意するのはマシュマロ。マシュマロ。マシュマロとゴビ。ゴビ？ハリー。チョコペンと、これさ、お花どうしようと思って、スノーマンのお花。これ切ってさ、くっつけたらいいんじゃない？思った。あ、洗濯機が溢れてる。でも、これね、ごめんなさい、ちょっと。おしまる。今回は、お湯に。あ、チョコペン。チョコペンをお湯につけます。チョコペン好き。あ、これね、あ、シュウイあるか。食べてもいいの？食べてダメだよ。食べてるんだけど。チルとピンクと、うん、どうしよう。 OK、 あ、ハサミいらないの、もしかして。あ、わ、あ、あ、あ、ティッシュ持ってこようか。花を切る。ハリボーで作れないかな。なんかさ、家にあるものでできたらいいなと思って。石とか、あ、いや、食べられないか。石歯が、歯が持ってかれちゃう。歯が、歯が持ってかれちゃう。歯ってどんな形？歯ってこういう形。人参みたいなやつ。これ熱い。大丈夫よ、熱いの使わない。でもほらこれ、おおおお、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。お人参っぽい。あそこでいい。自分のにして、人で食べるやつだからそういうのしない。よし、じゃあ一個お手本でママが書いてみるね。見てて。これかわいい。だだーん。はい、気をつけてね。ブーチューで出るからね。おーい、なんで？ね。ちょっとすぎ、これいいんじゃない、かわいい。鼻もいいね。鼻なんかね、チョコくっつけなくてもくっついてる。あ、食べていらっしゃるの、あの人、うん、食べていらっしゃいます。見て、食べて、食べて、食べて、もういいよ、誰か知らない、知らない、もういいか。ママ食べてみてもいいか。はい、どうぞ。ママこれ作っていいじゃん。はい、ママ2個作ってもいい、食べる。食べないからもういいの、うん、ママじゃあちょっと本気出すわ。あー、見て、目がでかすぎた。いや、全然かわいいじゃん、でかい方が。優しい。おいしいですか？うん。そうなると思ったわ。あ、それだけさ、ちょっとさ、うん、泣いてる顔にする。ちょっと、まつげとか、まつげとか、まつげを美容な子にする。どう？
全部切れた、ママ。あ、いいじゃん。ママ全部切れた。全部食べた。よし完成。イエーイ。イエーイ。これ完成。次はじゃあサンタさん作ろっか、うん、これもじゃあ一回置いときますね、うん、バイバイ。トマト、チーズ、ごま、ごま、この一口サイズのモッツァレラチーズにしたよ。おお、いいじゃん。これ北海道のチーズかな。これそうだね、北海道って書いてあるよ。北海道のチーズだよ。なんでわかったの、北海道。北海道の形のところから、チーズがね。みんなもやってみてね。メリークリスマスいいんじゃない？せーの。